皆様ごきげんよう。寺原清美でございます。寺原清美の日本語取ります。本日もまたいつものように靖国神社にほど近いこちら九段下のスタジオから番組をお届けしてまいります。前半15分が一般公開でございまして、こちらの YouTube からどちら様もご覧いただくことができます。そして後半15分、こちらがメンバーシップ登録を行っていただきまして、ぜひとも最後までのご視聴をよろしくお願いいたします。前回もなんですけれども、この後半15分にこの話題は特にディープな話をちょっと持ってきて意識的に持ってまいりますので、ぜひともこの機会のメンバーシップ登録もお願いをしたいと思います。はい、前回から政治とお金の部分、いろいろと私なりの試験ですね、これを皆様と情報共有したくてお話を申し上げております。そして今回はですね、まずこの前も議員は意外とそんなに特別な人ではないけれど、立場は特別なところがあるよという視点から、事務所の問題、秘書の問題、いろんなことをお話をしてまいりました。そして今回はその引き続きということなんですけれども、少しやっぱり考えたいのがこの政治とお金のシリーズなんですけれども、本当にそこまでしなきゃいけないのってところですね。で、言葉を非常に選びますけれども、やっぱり一般的に議員は真面目にやればやるほどお金がなくなるっていうのはよく言われるんです。で、国会議員でそれこそ何千万もらってるんでしょっていう人がね、意外とガストとかね、ロイヤルホストで年中食事してるとかね、昼はそれ以外はコンビニとかね、結構あるんですよ。これは忙しいだけじゃなくて、やっぱりそんなにお金かけてられない。で、そこにでもお金をたかりに行く人がいるのも本当あると思ってるから。で、今回私が一番ね、苦々しいと思っているのは、この問題が大きくなって、誰が裏金いくら、誰がいくら、リストがどうの出た時に、一番ね、嬉しそうに語ってるのが、辞めた議員なんですよ。元国会議員ってやつ。で、元国会議員の中でも、次、何とかしてもう一回返り咲きたいから、ここで公認もらいたいとかね、そういう人はまだいいんです。まだ発言選びますよね。もう絶対に帰らないわって人は強気だから。面白そうに語ってますよ。でも、あんたやってんでしょと思うわけです。程度の差はあってもね、全く何にも問題ない人がどれだけいるかって話ですよ。そういうことを考えたときに、民間ではって言うんですけれども、それもどうなのかと。前回申し上げたように、例えば、事務所を何箇所も持つ、秘書いっぱい入れる、知らんがな、贅沢でしょ。って言いますけれども、役所が、効率が悪いかと言って、出張所潰していく、統廃合する。文句出ますよね。実は似た構造があります。そして地域によっては本当に、この議員事務所に問題点、課題点、頼み事を持ち込む。そういう地域が少なくないのも事実なんです。だから日本は広いんですよ。多分ね、私、こちらの番組は、本当に出演の機会をいただいている立場ですから、どの地域から、どの年代の方が何人ぐらいご覧になっていたのは、つぶさにデータはないですしね、私が知るところではないんですけれども、おそらくですけれども、これまでの私のいろんな講演会とかで流れからして、多分ね、都市型なんですよね。首都圏の方が多く、私の発信するものはご覧になっている傾向が強い。これは、以前の番組もそうだし、あとは、Facebook とかね、ああいう発信でも明らかにそういう傾向。男女比はね、そんな偏りないんですよ。ないんだけど、年代的には面白いもんで、20、30か50、60以降。ここがはっきりどっちかなんですね。で、地域は本当に都市型なんですよ。なんですけれども、ただ、日本と実際広いですからね。この23区の常識だけで全てを考えてはならない。
そう考えていくと、政治とかね、それだけで本当に、いろんな議員を断罪していいのかなと。今ね、これは私が、もう10年、15年ぐらい前からかな、あの講演のテーマの定番の一つにしていることがありまして、何かというと、恨みのマネジメント。恨みね。この余計な恨みを買わないためにどこに気をつけるとかね。どういう発信をするかとか。そういうことをよく講演でお話をするんですが、最近はこのタイトルがちょっとマイナーチェンジをして、やっかみのマネジメント。これをよく講演で頼まれたりするわけですよ。で、議員さんに対するこの誹謗中傷、バッシングもそこがあるんじゃないかと。で、貧富の差って言いますけれども、日本ほど実は敗者復活がやりやすい国はそうそうないというのもこれ私の実感なんですね。生活保護受給してそこから立ち直って今ちょっと言葉に語弊はありますけれども、何食わぬ顔して普通に暮らしている人いっぱいいます。私は知ってます。それも一つだし、本当に行くとこまで行っちゃってそれでもね立ち直った、そういう人もいますよ。だから、まあ、成り上がりやすいっちゃそうなんでしょうね。歴史をこう紐解いてみるとね、やっぱり明治維新、あれは説によっては本当に近現代最大のクーデターという話もありますけれども、あの明治維新からこっちですね、まず交通網がガーッと発達しましたでしょ。で、農地開放があって、市民平等となって、そこから、いろんな人がね、集団就職で東京にいらしたわけ。で、昔であればね、例えば、北海道に転勤です、沖縄に行きますなんて言ったら、水杯って言ってね、もう根性の別れのような、泣けの涙で別れを惜しんだ。これが今、下手すりゃ札幌、日帰りですよ、東京から。そのこともあるわけで。そのぐらいやっぱりね、移動がしやすくなったことでもって、チャンスが広がった。いろんな人がね、東京に明治からこっちいらっしゃって、そして集団就職をして、一生懸命働いて、一定のお金を稼いで、そして子供を教育して、その孫は3代続ける。東京だと3代続けると、一個の家柄、作っちゃうからね。それで、さも、お金持ちのお嬢様、私はミッションスクールの出身でございますとか言ってね。それなりに、華やかに SNS を語ってる方たくさんいらっしゃるわけですよ。で、これが東京という街。で、日本が、こういう傾向がありますという中で、それ、やる元気を持ったらどうですか？人をね、やっかむ暇があったら、そういう気概を持ったらどうでしょうか？日本ならできますよ。やろうと思ったら。私もね、よくね、自分でね、仕事もなんですけど、仕事はね、楽なんですよ。楽っていうのは、B2B が多いし、価格設定してますと、そこに納得をいく方が契約をしてくださるから。そして、約束した通りのことをする。あるいはそれ以上のことをすれば、ちゃんとお金いただけますから、ね、これ楽なんですよ。そうじゃない、個人的なつながりの中でね、例えばいろんなコミュニティを持つと、高いの安いのありますよね。で、貧富の差がありますと。すごくね、冷たいようだけど、私はもう50過ぎて、貧富の差云々をいつまでも言ってる段階で、これね、何割か自己責任があると思ってますよ。それまでの生き方を猛反省したらどうですか？本当に何度も言いますけれども、日本はやり直しができるんです。もちろん学歴はね、ロンダリングとかいろんなこと言われますよ。だから、18歳までがどう生きたか、ここで判断をされちゃうこともあるでしょうけれども、それが全ての、基準じゃないってことはね、多くの日本人が学んでますからね。もう、いくらでも人生をやり直しができるんです。で、その中においてまだね、何千万もらいやがってずるいずるい。このずるいなんですよ、根底が。だからやられるわけ。で、これがある限り、やっぱり選挙の仕方も変わらないしね。だって普通に、本来はね、じゃあ、この4年間の4年間で、ここでどういう仕事をしてきました、議会でどういう発言をしていました、何をしました、これでいいんですよ。でも、ラジオ体操も行かなきゃなんない。ね、みこしも担ぐ。消防団も入る。それを全部、街の声を聞くっていうけど、要するに、腰低くしないと、ダメなんですよね。そこに余計なエネルギーと、お金も使われるわけですよ。全部が無駄とは言いませんけれども、やりすぎです。そういったところも、やはり、そこまで、
政治家たちを追い詰めている原因の一つ、我々国民が作ってるんじゃないかと。人を厄介む前に、自分の生活、もっともっと上げていったらどうですかと。自分のことをどうにかできるのは自分だけですよ。子供だって自分の思い通りになりませんよ。私息子一人いるけど、みんなはいい子ねって言うけど、私あの子に関してだって、そうね、6割はね、私の思う通りになってない。なんでって思うところがたくさんある。まあ、それでもいいところがたくさんある子ですけれどもね。で、向こうもきっとそう思ってますよ。なんでうちの母ちゃんはってきっと思ってますよ。まあ、そんなもんですよ。だから、自分のことしかできないわけですよ、マネジメントって。でも自分のことはできる。例えば、今もうね、急に今日は、気温が東京は20度超えてるわけ。そしたら、そろそろ花粉症が危ないと思ったら、該当者は、とっととやっぱり薬飲んで、もう用心すればいいじゃないですか。ね。それも足りなかったらマスクすればいいでしょ。で、免疫力がっていうんだったらね、早く寝ればいいでしょ。お酒を控えればいい。やり方いっぱいありますよ。そうやって、こう自分のこと見てたら、誰がずるいの、何なの。言ってる暇ないと思う。私やっぱりね、去年はね、あの江東区長選挙の問題ね、本当にあの友人だっただけですごくショックで、まあようやくね立ち直ったまではいきませんけれども、平常心を取り戻しつつあって、あの平たい気持ちで江東区政どうなのってこうね関係者に取材をできるようになったんですね、精神状態で聞くと、今やっぱり大久保区長ね、相当周囲に気を使ってらっしゃいます。だから、大久保区長どうって聞くと、まず返ってくるのが腰が低い。偉そうにしない。そこなんですよ。どんな取り組みをしてますとかね、何をやりたいってないんですよ。まず腰低くして歩いてます。そこからです。で、これも全部やっぱり、それまでの江東区の海ですよね。あの、三国志。これによって、あの混乱した江東区の渦中の栗をある意味彼女は拾ってるから。だから、まあ、木村さんがね、どうだったか。この評価は私はもう歴史にしてほしいなと思ってます。私は友人としての立場でいろいろ言うもんじゃないので、まあ、本当にこれは歴史に評価をしてほしい、委ねたいと思うんですけれども、大久保さんに関しては気の毒なところもありますよね。完全渦中の栗ですから。今、どこまでやりたいことができてるか。そして、江東区。これを機会に、4月28日にこれ補選があるわけですよね。まだ誰が出るんだか、まあ、小池さんが出るんだか出るかとか、わかりません。でも、とにかく、もう混乱はやめてほしい。何があっても混乱しないで。落ち着いて。そういう意味では、私はここでね、小池さんが出ることが、いいか悪いかわかりません。で、小池さんが、ファーストの会から出るのか、自民に行くのか、それもわからない。そもそも、まあ、田崎史郎さんなんかはね、出る可能性は低いですとおっしゃってるし、まあ、そうかもしれない。都知事の方がいいのかもしれない。年齢的にね、もう今からもう一回衆議院やって、総裁選は辛いのかもしれない。わかんない、それは。小池さんじゃないから。何も知らないですよ。ただ、まあ、言えることはね、それでも私、まだ小池さんの方が、山崎育さんが出るよりはいいんじゃないかと。山崎ゆきさん、私は何の恨みつらみも個人的にありません。で、あの人がいいと言ってる人もいるんでしょうと思います。で、彼が都議選にもう一回出るんだったらば、私は正直現状、まあ、名前が上がってる候補だとすると、消極的におそらく山崎ゆきさんを応援することになると思います。なんですが、これ国政は別です。やはりここまで江東区が混乱をするに至った一つの原因が、あの三国志ですよね。三つのうちの混乱。で、これを考えたときに、全部が全部、柿沢さんに責任のメインをつけて、で、木村家をね、追い出して、それで、漁夫の利で済む話じゃないんですよ。ちょっとやっぱりね、最低都議選ぐらいまでは、一回休みをするぐらいの謙虚さは欲しいなと、思うんですね。ですから、まあ、都議選であれば私は、消極的な応援はしますが、もし、これが、補選、まあ国政の補選だったら、それは支援はできない。ということは、はっきりここで申し上げておきたいと思います。そろそろ時間でございます。
後半、ちょっと今日はディープめの話をまとめてしたいと思いますので、引き続きのご視聴、メンバーシップ登録をよろしくお願いいたします。